これですよね。うわー、なんやこれ。ゴミ箱です。あれ欲しい。こんなん届けても安いだろう。ピットイン、ピットインした方がいいかな。怖い。マー君何やってるの。やったれやったれ。やばい。めっちゃ怪我するやん。二人に言ってるらしいです。あなたたちちょっと怪我しすぎよ。すみませんでした。ありがとうございます。ヘラヘラするな。すみません。やっぱりやめまーかかかかかトビ君、ゴミ箱の車、ゴミ箱の車知ってるよ。持ってますよ。え、ピン先輩持ってますよ。あれ、外に出てきてもらえるから。ゴミ箱の車噂で聞いたんだよね。これですよね。うわすげえ。ゴミ箱ですよ。これ何ランクっすか。秘密ですよ。自分で探してみてください。なんやこれ。ゴミ箱です。すごー。俺 B 出たぞ。100キロ入る。ほんと？ゴミ箱や。ちょっと待って、使い入れ。すげえ、しかも。貫通しないですよ、これ。完全防弾です。ほんと？はい。え、どうやって降りてくんの、これ。あーね。ふざけんな。しかも、一人乗りこれ。一人かな？一人乗りですね。一人か。電気自動車と一緒だ、しかも。どうしたの？秘密です。秘密マン。え、マー君、これ探したくない？え、やりたい。やばい気がする、あれ。あれ、やばい気がする。もしかしてだけど、これアタックしようとしてないですか。やば。無敵じゃん。あれ、欲しい。いや、なんか痛そう。死んでるよ。そうやな。かわいいし、エグノーシント起きてるよ、普通。欲しい。え、トビ君、トビ君、ある意味、そこじゃ。トビ君、B 隊行く？アニ先輩は行きます？一緒に B は行けるみたいですね。それって、このランクは上がるんですか？めちゃくちゃ上がります。よし、吸えます。B やった時の経験値分が入りますね、B の人でも。え、それってさ、納品さえしてくれたらいいってこと？そうです。バニー先輩が納品してもいいってことですよね。じゃあ俺ヘリ出すからさ、探して。ちゃんとルールがあって、赤い円の中に入らないと経験値入らないんです、うん、全員が。あ、はい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 。それは気をつけてください。了解。じゃあ ID が53946です。もうやるんですよ。あ、待って、あ、契約出てきたわ。D ランクやけど。こんな熱い。俺にも仕事が来た。なるほど。53。木曜さんって B でしたっけ？はい、今 B です。プロフィール開いて、どこの番号を教えてくれないですか ？ID みたいなの。YOS04872 です。これで今 B の契約を飛ばしといたので。下の方に。本当だ。B の契約出てないで。皆さん、もう一個いただきましたよ。やったー。ケイン先輩から。よし、行くぞ。よし、行きましょう。お前ら。行きましょう。レッツゴー。ゴー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 。いつか A 隊やりたいな。A 隊バニ先輩とやりたい。バニさんだって車うまいっすもんね。車うまいからバニ先輩と A やろう、みんなで。うん、 A やったら車の、ね、警察来るらしいっすからね。そう、熱っ。そっちじゃなくて、あ、これが納品か。そうっす。こっちですね。やばい、これ検査しました。待って、島邪魔すぎん、これマジ見にくいっすね。めちゃくちゃ見づらいんですよ。バニさん、やったことはないんですか、 A 隊のブースティング。ないなぁ。ブースティング1回か2回ぐらいはやったことある気がするんだけど、はい、覚えてない、あんまり。 A 隊やばいっすよ。 A 隊やばいんだ。チェイスの鬼って感じですね。うん、1人がチェイス
一人が解除しなきゃいけないんですよ、勝手に飛ばされる GPS 情報。ああ、言ってたね。これそうそうそう。これではない、これっぽいか。5136 ID 番号が最初の数字4桁だったらそれですね。違う、これじゃない。なんなんこのキッチンか。車の車種は名前とかあったっけ。デクレス スタリオン。デクレススタリオン。これちゃう。あ、これだ絶対。あからさまにこれだ。クピック持ってます。持ってきてないわ。これ渡す渡す、これ渡すね。オッケー、はーい。かっこよ、この車。やっぱチルブースティングなのよ、結局のところ。結局ね、ブースティングがいっちゃん楽しいんだから。止まりません。止まりません。止まりません。構いませんよ、やれるものなら。犯人焦ってません、これ。焦ってんちゃん、おい。大丈夫か。なんかアタック来ましたけど。アタックだよ。アタック来た。違う車からアタック来ましたけども。ほらトンネル入りますよ。見失うんじゃないですか。トンネルでも来ちゃうよ。だってトンネル入ったら見失うんじゃないですか。さすがに、さすがにか。ちょろいな、ちょろいちょろい、あーちょろいちょろい。理覚理覚、ちょろいちょろい、ブレード当たっちまうぞって。ちょろいちょろい、理覚理覚。大丈夫かって。ほら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 、このヘリが見えないか。大きい、おい、街灯がいっぱいあるから怖いんちゃうん。大丈夫かって。おら、怖いんちゃうん。口が言ってんのや。なんか俺が追っかけてない、これもう。むしろこの車盗んだ分際で。ほらついてこれてないんちゃうん。こんなん届けても安いだろ。働けばたまに。80万なめんな。80万。お疲れ様、よくできました。おお、金入った。これで入るんですよ。で、30万。これでケイン先輩にもらったんですよ、 B クラスのやつ1個。行きましょう、もう一回。よし、行こう行こう行こう。で、俺上がったか見るわ。じゃあちょっと見てください見てください、ゲージがあるんで。うわ、え、結構上がりました。ますよ。え、これだいぶ上がった。え、もう俺すぐ C 行っちゃうよこれ多分。そうなんですよ、うん、C はすぐ行くんですよ、うん、D クラスだとめっちゃ吸えますよ経験値。53943でお願いします。53943。だから俺 B の人から吸った方がいいんですよ経験値。なるほどね。どこだ。バニー先輩、次運転どうですか。オッケー。コモダ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 です、コモダ。コモダどこだ。
コモダどこだ。あ、ここだ。あったー。ここだ。これじゃない？コモダ。お、かっこいいけど普通になんか。うん。コモダ？お、あ、これですこれです6299。あのやる？止まりなさーい。人のヘリ。しかも大先輩の。早くなあれ。え、早。え、コモダ熱い。コモダ熱い。コモダ早くね。コモダ早くない？もっとお尻フリフリしなきゃボリトーでも追いつけないこれ。早いわ。バリ先輩それめっちゃ早くないですか？早いね。まあ赤やね。ああ。ちょうど目の前にありますね。納品が？しかもパレットの あれか。うん。オッケー、ビットイン。タンクロリーのところ。ビットイン了解。俺もピットインした方がいいかな。おい。おい。マー君何やってるの？煙。煙出た。煙出た。煙出た。修理行ってきます。すごい。うちのマー君がもう本当にございません。バレてない。すいません。マー君何怒られるよ。ちょっとピットインしようと思って。マー君ボスだよボス。やばい。怒ったら怖いんだから。直しましたよ。待ちなさい。待ちなさい。止まりなさい。そこの車。真面目に働け。盗むな車。働け。安いぞ。俺は知ってるんだ。止まりなさい。怒られる。本当に当たってた今。ちゃんと当たってた今。めちゃくちゃ蛇行運転してない？殺されちゃう。酔っ払ってないあれ先輩。飲酒運転もしてます。飲酒運転してるよ。飲酒運転ですあれ。切符切った方がいいあれ飲酒運転の。飲酒運転だ。先輩飲酒運転はダメですよ。おー、はい、ナイスです。はい、ナイス。上がったわ、C に。おお。来た。早っ。 C からちょっと上がりにくいんですよね。なるほどね。うん。あ、あった、この真下。ほんとだ、これっぽいね。これ、今ちょうど湧いたよ。なんかね、ケイン先輩が後湧き回るらしいって言ってた。へー。え、本当だ、かっこいい。かっこいいかも。バリン先輩、ツールだけもらってもいいですか？よう。もう B の車からだいぶ立派なんやな。じゃあ。怖いっすね。やばいやばいやばい。頭が。マー君？マー君、マー君、マー君。しないで。ちょっと頭潰れちゃうよ。間違えかけた。間違えたじゃなくてもう踏んでるよ。事故なのよだいぶ。早いな結構。あれ早いっすね。高速乗るなあれは。東高速行くな。止まれー。そこのトピオ止まりなさーい。そんなホットドッグ売れ。ホットドッグ食え。逃げれると思うな。なんか止まった。小ざかしい。気づいてるんだ。解像度高めるな。うまい。
ヘリの運転もうまい。ヘリもできますよ。え、ヘリも行けるならさ、今度ヘリやってみたらいいのに。ちょっとやりたいっすね。うん。スリップストリーム出てる。お困りなさーい。やかましめではあるか。そっちか。そしてこうだ。やったれやったれ。やばい。なんしとんねん。なんしとんねん。こっちのセーブですよ。なんしとんねん。俺何もしてないですよ。なんしとんねん。普通に運転してた。普通に運転してた。事故ったんですよ、そっちが。痛いよ。痛いよ。また個人いないかもしれない。そうだよ。本当にそう。救急隊でもいい、でも。もう救急隊呼びましょう。すいません。もう、まったく。待ってた。うわ違う。あー。やった。全部違う。やった。やった。やった。もう。今、五臓の筋肉と、五臓の筋肉と、終わった。曲がる筋肉が近いんです、先輩。やはり本当に今日まで楽しかったよ。ごめんなさい、本当にすいません。本当に、あ、よくない、本当に間違えた。もう黒様ご葬しようとしただけなのに。あ、これまた絶対命田さん来るじゃん。また説教されるやつ。すいません。あれあれあれ、個人さんや。あ、個人さんだ。救急呼んじゃった。あ、救急も来た。あ、いや、自分だけ多分救急呼びましたね。はいはい、俺が呼んだからか。すみません、ハーフハーフで、じゃあ。ハーフハーフで。ハーフ&ハーフで。ありがとうございます。お願いしまーす。桃美先生。桃美先生。あ、通知は1個でしたが、どちらの方ですか？あ、緑です。緑の。ハーフ、ハーフ&ハーフで。水色の方は、あの、ここでいいです。ここでお願いしていいですか。はい、すいません。ありがとうございます。なんか短歌すごい。現場で治療するのに、地面は良くないということで。ゴージャス。救急隊ではこのように対応させていただいております。金の短歌。銀の短歌もあんのかな。すげえ。よし。どうぞ。はい、お大事にどうぞ。ありがとうございます。本当だ。本当だ。ああ、なるほど。これで。どうぞ。すごい人が座れるんで。すげえ。うん。さすが桃美先生。はい。紙袋さん、ちょっと待ってね。動かないでください。怒られる。はい、よいしょ。心の目で拾うで。ああ、ありがとう。はい、ありがとうございます。マネキンは、なんだっけ。人が多いところとかは使えないから気をつけてください。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、これあれじゃん。乗れる。乗れる。違えた。ダメだよ。ゴム安静にだよ。間違えた。あくん、落ち着くんだよ。はい。安静にだよ、ゴム。はい。いや、ちょっと。もうダメだ。先輩、ゴム安静にですよ。先輩じゃない、マー君だ、これ。もう。はい。ヘリ墜落させたんですから。反省してます。僕、アタックしてないですから、一回も。いや、いいや、あれは横にアタックしたね。いいや、
いいや、横にアタックしてローリングさせたね。いや、ボリトでテイクは良くないって習わなかったのか、マー君は。習いませんでした。じゃあダメだ。安静にしてください。先輩も落ち着いてください。もう着きますから、すぐ着きますから。でさっきそこのインパウンド場から僕ボリトを取ってきますから。はい、先輩たち、はい、はい、納品です。ビー出てないですね。待ってくださいね、車取ってきますから。キャリーしなきゃいけないな、これ。あざっす。あ、ナイス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 です。まただよ、これもう。マーク、また引いちゃうよ。やだ。ボリト取ってきますから。もう引かれてるよ、これ。なんなら。やばいやばい。だって。もう引かれてるよ。ほら、だってよく見てよ、下。本当だ。車体の下にいる。引いてるよ、もう。僕は今からボリト出しますから。いたー。死ぬ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 死んでしまう。危ない。大丈夫か。危ない危ないよ。何が起きたんですか今。話しちゃったかも、手を。あの左腕骨折しました。大骨折しましたけど。やばい、腕持ってかれた。煙吹いてる。大丈夫です、今ダクトテープ使いました。行きましょう。ダクトテープ使った。はい。ちょっと待ってね。前回のパレットで爆発させられて以来なんで、これ。あの落ちたらごめんなさい。すごいストレスがすっごいね。タバコやばいね本当に。はい、いや2秒で半分。腕ないから。腕ないから。2秒で半分。腕ないの今。腕今ないから2秒で半分。ありがとうございます。はい。すいません。はい。あ、忙しいですかね。あ、すいません。はい、どうされまして。左腕折れてまして。紙袋さん、めっちゃ怪我するやん。ね、隊長に怒られたよね、二人ともね。僕ですか？二人とも。いや、自分は怒られたことないっすね。先生、僕、はい、怒られてないです。でも体調に個人が少ないんだったらより気をつけるんですよって言われたでしょ、誰とも。いや、この人はよく怒られてますね。僕は怒られてない、はい、この人となんかあのもう一人なんか怒られてる人いましたけど。二人に言ってるらしいです。あなたたちちょっと怪我しすぎよ。体弱いんだから。やばいやばい、鍛えなきゃ鍛えなきゃ。自分を大事にしなさい。はい、はい、すいません、本当すいませんでした。ありがとうございます。はい、はい、すいません、はい、すいませんでした。すいません。そうですよ、ももみ先生、はい、いつも感謝です。ありがとうございます。今警察忙しいから指名手配通報できないだけで通報しますからね。はいはい、ももみ先生申し訳ございません。警察の人、あの人指名やっぱりやっぱり。ガガ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 ガ。危ねえ。危ない危ない危ねえ。あ、出ました出ました B。 あー、ナイス。ももみ先生は危険だ。ももみ先生怖い。ももみ先生怖い。53978です。怖い顔してた。めっちゃ怒られました普通に。おまわりさん、あの人たちですって今忙しいのわからないの。あんたたち命だ先生に怒られたでしょ。怪我ばっかりして個人さんいないっていう話だったのにって。あんたたち指名手配なんだから言うことだってできるんですよみたいな。バレてるんだ。番号ない。